おや皆さんはあの時のよろしければまた写真を撮らせてください日常の記録としてね女神よディアーナよどうか荒ぶることのなきようにおお。 麗しの祝女……いや、失礼。何でもありませんとも、レディ。素敵な一日を過ごされますよう。よその神様も来てるみたいね。自由なのは私の心情だけど、自由すぎるのも困りものかも。あの、マスター今、 女神アルテミスがいた気がするんだけど。いえ、気のせいよね。ちょっとガレージキット作りに没頭しすぎて目が疲れていたのよ。大体、アルテミスは私が尊敬する数少ない女神よ。それがあんな、だらしのない肉好きで、しかもぬいぐるみに夢中だなんて。嘘よ。じゃあ私も、いつかあんなバカップルになるっていうの おう、狩猟の女神、アルテミス様かね。へへ、こりゃ縁起がいいってもんだ。山に出た時にはよろしく頼んますぜっと。で、なんだいその子熊、撃っていいのかこれはこれは。久しぶりじゃないか、アルテミスおばさん。 おばさんと呼ぶのをやめて欲しければ、わかるだろうもう一度、この薬にあんたの力をだな。アルテミス様アポロン様が怯えていらっしゃるので、どうやら正真正銘のアルテミス様のようですけど、ギャップが、すごいですね。お アルテミスかえそのクマは何だ一目見た瞬間、こいつと気が合わないはずがないって感じの。まさか、そいつが俺かマジか頑張れ俺頑張れーアルテミスか。ああ、そのー、なんだ。そんな申し訳なさそうにするな。似合わないったらあれしね 生前、俺もお前に殺されたみたいだし、これでお相り子だ。だろ落ち込むお前を見てると、調子狂うんだよ。はい、この話終わり。解散解散まあ、アルテミス。あの方の娘なのだから、私の娘も同然です。い も一緒なの神っていうのは嫌だね古かろうが新しかろうがろくなことをしねえんだなあマサ殺してもいいかアルテミス私の知るディアーナとは異なる顔アリスヤから切り離されしあれは ディアーナの愛の具現なのではアルテミスさんってあんな女神でしたっけアムールの記憶ではもっと冷酷でソリッドな神聖なのに。でも、今のアルテミスさん嫌いじゃないわ。愛はとことん押し倒せ、ですものね。アルテミス様は よく私の顔をじーっと見つめてこられます。不快は感じませんので、私の造形に何か不満があるというわけでもなさそうなのですが、謎です。そんな目で見たって、絶対にあなたたちのために愛の矢を打ったりはしませんからね。何度も言いますが、恋愛相談もお断りです。自力で何とかしてください。 ここはお山じゃねえって頭で分かっちゃいるんだが、どうにも血が騒いじまう。ええ、仕方ねえ。あんた、力自慢だろなら、相撲で一勝負といこうや。オリオンお女神の伴侶、勇者。 オリオンおー俺ー本来のイケメンの俺がいるあーん、もうダーリンを2倍監視しなきゃいけないなんて。なるほどね。色い々ろいろあったんだな、マスター。でもまあ、あのオリオンに後悔はないだろうぜ。まったくな。 ええ。女神の私が保証するわ。その傷こそは、愛の告白なんだもの。ちょっと肌を見せただけで、なんやかやと言い寄ってくる男がいますね。ざけんじゃないわよ。うん。自然と身ろぎしてしまうのは、なぜなのでしょうか。 どうも、こそばゆいというか、どなたかの視線でしょうか。ああ、もしかしたら、一緒に風紀を守りたい方が、奥ゆかしく隠れているのかもしれないですね。うん、なかなか使うものがいるようだ。ぜひ手合わせ願いたいが、やはり、真剣勝負というわけにはいかぬかな。 勇士の気配すみません。少し時間を下さい、マスター。バルハラへの導きを。あ、でもサーヴァントだから、普通の人間相手の導きは行えない。ならば、直接勧誘を。あ、勇士がいるへえ、こんなにたくさんいるんだ。うーん。 バルハラへ来てくれるといいんだけど。勇士の存在を感知しました。バルハラへの勧誘を許可願います、マスター。なんと、神話のカリウドか。機会があれば、共に山に出てみたいものだな。ウーリの漁師の腕前も、捨てたものではないと示せればよいのだが。 って光栄ですえ僕に姉がいるか、ですか妹なら二人いますけど。ああ、すごく興味なさそう。オリオン殿あらまあ。私の娘の婿なら、私の息子も当然ね。オライオン。 カリド、オライオン、本当に大きいんだな。ねぇ、気が向いたらでいいんだけれど、こっそり、肩に乗せてもらえないかしら。へえ、あれがオリオンか。噂通り、ムッキムキじゃん。 いいなあ、憧れるなあたしも男の体ならなあ